Nana. Dojimari danonda zo. よし。 Mm-hmm.
皿洗っとけよ。いいからやれ。生意気言ってんじゃねえ。いらっしゃい。取り込み中？なんでもねえよ。先日地下鉄で起きた列車暴走事故は未だに原因が解明されておらず、多発している精神暴走の関与と合わせ警察は事件の究明を急いでいます。ああ、今話題になってるやつ？これ気になりません？普通に暮らしていた人がある日急に乱心したり錯乱状態に、それも立て続けに。偶然かしら？それはいいとして、ご注文は？ブレンドください。アルバイトの人？余裕あるんですね、ここ。いや、そういうわけじゃ。あなた高校生？どこの学校？へえ、知り合いもそこに通ってるわ。今大変よね。鴨志田って教師、人が変わったように自分の罪を告白したんですってね。それもある日突然。人間の心理状態ってそう簡単に変わるものかしら。ふん。コーヒーまだですか？はいよ。行くとするか。
よーし。おい、ちょっ。
よし。なあ。安殿の選んだ店。そりゃそうだよ、有名なホテルだよ。そういえば学校に警察が聞き込みに来るらしいよ。厄介だな。絶対俺らの名前出ちまうよ。鴨志田のことで妙な噂されてるし。けど学校のやつら盛り上がってるぜ。怪盗が本当に心盗んだってな。マジで信じちゃいねえだろうが、中には割と本気で感謝してるやつもいる。見ろよ。怪盗お願いチャンネル。怪盗よくやった、これで私も頑張れる、勇気をくれてありがとう。ちょっと嬉しくね。今まで自分のことで精一杯だったけど、こんな風に言われるとなんか不思議だよな。なあ、これからどうする？は？やっべ、そうだよ、1時間だっけか。あと50分。こんなペースじゃ牛のノルマ終わんねえ。スイーツメニュー食べ尽くさなきゃ。荷物頼む。お前らの分も取ってくっから。やべ、溶ける。肉だけかよ。どれから行こうかな。こっちはケーキだけか。やわへん。ふとんぞ。うっさい。一個いくらだと思ってんの。今日逃したら食べらんないからね。プルトンのビュッフェケーキ、噂には聞いてたけど、さすがすぎる。で、我が輩たちの分は。分かんなかったから、とりあえず豆にしといた。豆？結構変わったものあったから、いろいろ取っといたよ。バナナのフライでしょ、ピータンでしょ、それから、なんかの豆。また豆？盛りすぎてぐちゃぐちゃになったけど、多分美味しいよ。黒すぎだろう。行こうぜ。こいつらのチョイスにはセレブさが足りねえからな。頼もしいじゃねえか。そこで荷物の番でもしておとなしく待ってろ。肉汁の大洪水だぜ。あー、ここクリームチーズなんだ。聞いちゃいねえ。
Thank you.
まだ腹が突っ張ってる。レストランの階のトイレ、清掃中でマジ焦った。吐くまで食うって豪語して本当に吐くとかバカなのか。お前もだろうか。レストラン何階だっけ。上がってきたから下の階だろ。はあ、事件のことまだつかめんのか。あのなぜそこまでご執心で。正直気にされるほどのことでは。貴様の意見などいい。急げと言ったら急げ。この無能が。普通に割り込みだろ。何か。急いでいる。急いでたら割り込みありかよ。しばらく来ない間に客層が変わったな。託児サービスでも始めたか。あ？先生、お時間が。分かってる。構うな。
なんだあの偉そうなの。下に戻るんだろ。戻るけどよ。ムカつくやつだぜ。てめえ以外素で見下してやがる。いちいち腹立てんなって。許せねえんだよ、ああいうクソな大人は。どうした？大丈夫か？気になんだろ。日頃ろくなもん食ってないからだろ。我が輩も猫缶ばっかだし。何が先生だっての。切れてんだよ。ごめん、さっきおばさんとちょっとね。ぶつかってきたの向こうなのにさ、皿を落として割ったの私のせいにされちゃって。クソすぎんだろ。うん、大丈夫。でもさ、お店の人が私を見てああみたいな顔してたのがさ、私らやっぱ場違いだったのかな。なあモルガナ。なんだ。パレスって誰でもあるんだよな。歪んだ強い欲望を持ったやつならな。お宝取れば改心するってのもか。そうなるな。どうしたの急に。さっき俺らも会ったんだ。身勝手で人のこと見下してくるクソな大人。俺らならそんな奴らを改心させちまうんじゃねえかと思ってよ。回答続けるってこと。考えてたんだ。せっかく俺らが鴨志田の奴改心させたのに、心の回答のことをまだ全然信じられてねえ。それによ、我慢してるしかなかった奴らが感謝してくれてんだぜ俺らにさ。私だって思うよ。困ってる人を見過ごしたら前の自分に戻っちゃう。まあ確かに。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。俺たち怪盗団なら助けてやれんじゃねえか。でもまたシャドウと戦うんだよね。ああ、それは避けられん。まあ、いけんじゃね？なあ。これでようやく我が輩たち駆け出しだが怪盗団になれるってことだな。駆け出しか。なんかうちらっぽいね。おっしゃ、決まりだな。クソな大人ども、あっと言わして俺らのこと世の中に知らしめてやろうぜ。リーダーって君でいいよね。異議なし。俺そういう責任感いるの苦手。我が輩を差し置いてってのはあるが、アンドロの推薦だし許可してやる。そしたらさ、怪盗団の名前とか決めちゃう。前はなんとなく心の怪盗団だったけど、予告状に名前入れたらかっこよくね。はいはい、だったら可愛くてゴージャスなやつ。ピンクダイヤ。
ヤモンズとかどう？なんか草野球感がすげえな。じゃあ我が輩の案だな。アマダイのポワレ、シャンピニオンソースとかは。アマ…なんだって？さっき食ったやつだ。メモリアルだろう。アホか。もうお前決めてくれ。割といいんじゃない？ルーキーの提案にしては上出来だな。名前はこれでいいんだな。名前はそれでいいとして、ターゲットは誰にすんの？クソ大人なんて嫌ってほど嫌がるからな。あえて大物だけ狙ってのはどうよ。まあそんなとこだ。大物ならニュースになんだろう。そしたら俺たちを信じる奴ら今よりずっと増える気がしねえか。龍二にしては面白い意見だ。確かに私たちのことがもっと広まればたくさんの人たちに勇気をあげれるかもしれない。でも適当に誰彼構わずはなんか嫌じゃない？なら全員が乗れるやつに絞ろうぜ。うん、全会一致で決めた大物か。いいね、全会一致、掟っぽい。怪盗団の結成だぜ。大変、食べ放題の時間終わっちゃった。話の続きは明日にすっか。人の歪んだ認知が形になった異世界、そこから宝を盗めば心が変わる。しかも教えてくれたのが喋る猫だっていうの。率直に言ってよまいごとね。聞くに値する話とは到底思えないけど、デタラメにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあいいわ。それより重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した二人の仲間、話の流れから言って同じ囚人学園の生徒よね。そう、まあいいわ。話を進めましょう。追及すべき事件はまだまだある。嘘や作り話はいずれ必ずボロが出るわよ。次に予告状が出されたのはこの人物、日本画の大家斑目一流斎。この男が狙われたのは鴨志田以上に不可解だわ。まずどこで知り合ったの？直接被害に遭ってもいないのにどうやって悪事を知ったの？君たちが何を企てたのか、そこから話して。
つけておこう。